どうも、エゾイテミナスです。そして、デアさんと、はい、おばあさん、いや、おばあさんですおばあさん、はい、本日は第7回ドヤバサ戦争、一応12回で一区切り迎えますから、まあね、1年間の、まあ、リーグ戦ですから、今のところ3勝3敗、うん、3勝3敗ですごいですよこれね、ドヤさんバスさんで、僕が今3連勝中、そうだ、3連勝3連勝って感じで、そうそうそう、今はね勢いがあるのはドヤさんって感じですか、うん、そうね。で本日は第7戦ということでね、じゃあちょっと中間地点でのどっちがリードするのかっていう感じの対決になると、うん、結構重要な一戦になりますねこれ、頑張ってください、うん、まあ安くもね、僕も、まあ、まあ、一応例によって3-3 で、やらせていただくんですけどね、うん、最近ちょっとね、まあ、バスさんはその前回のね、富士リゾート以来、ちょっと回ってないんですけど、ドヤさんはね、うん、やっぱり、ね、仕上がってるからね、正直試合、いやね、もうティーチングプロ選手権の決勝を控えて、まあ、うん、明後日から、うん、明後日からか、はい、うん、明日連絡する、まあ、明日連絡、それ頑張ってください、連絡も頑張ってください、ね、行かねえから予選落ちです、予選落ち、うん、二次予選、二次予選落ち、うん、ね、来年頑張る、うん、東京、いやもう負けられないですよね、まあ一応重要な一戦ですからね、ここ、まあもう正直ね、最初の3連勝した時から、うん、あ、もうこれドヤさんはバッサリに勝てないんだなって思ってた人結構いたと思うんですよ、うん、そこからあれよあれよと、そうですね、なんかね、まあ、ちょっと調子崩してる感じもありますしね、なんかね、あの柿の木あたりから、まあなんか富士リゾートシャンク祭りだったもんね、なんかプライベートで回った時もシャンプーばっかり出してました、まあちょっと楽しんでまたね、はい、見ていただければと思います。でこれだから12回やって負けてた方はの罰ゲームをそろそろ決めとかないといけないので、そうですね、まあちょっとこれはまあおい道中考えましょう、うんうん、で本日はですね、ゴルフ5カントリー、ゴルフ5カントリーサニーフィールドさん、うん、ですよね、間違いないですね、うん、に、来させていただいております。これね、先日匠くんとね、うん、回らせていただいた、まあ、僕は結構叩いちゃったんですけど、うん、で匠くんが4アンダー、そう、4アンダー、さらっと、さらっと、さらっとね、なんか調子悪そうにしながらさらっと4アンダーしてましたけど普通に何コースですからね、うん、ちゃんとあのトーナメントコースですから、はい、まあちょっとね、まあ、僕はまあ前回よりはいいスコアで回りたいなっていうような感じで、うん、思ってますけども、はい、はい、ということで、最後のね、また今回も、6話構成となっておりますので、第6話まで全部見ていただけますと幸いでございます。ということでよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。頑張ります。いっちゃって10番パー4390ヤード。僕はもう調子次第なんで、結局のところ、うん、3-3で、3-3でまあ主にね、2人対決、うん、いやいや全然です、行け全然声出てないから全然声全然声出てないからじゃあ、はい、お願いします。これうち SNS とかいいって言われたんで言うんですけど、さっきあの三橋さんがいました三橋 TV のじゃあお願いします、はい、お願いします。オッケー、バンカー越える、いや手前じゃない、あ手前だ、あナイスウェアウェイ、手前狙ったんだ、うん、いいよ翼、ちょっとすいません、あ言い訳はもう聞きません言い訳は聞かないよ、朝ちょっとトラブルがあって、いやトラブルじゃねえから、それ絶対携帯忘れて、朝トラブルがあって、携帯忘れて家に戻ったって絶対寝坊だから、すいません、ちょっと初素振り行かせていただきます、寝坊したんだろ、いやしてます、翼さんどんまいです、はい、それではよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、気合が絶対空回りする、おー、こういう球なんすね、今日はヒールに当たってんの、いいじゃないですか、ナイスですから、ナイス、はい、あれ球がいっぱいある
嘘、これ弾じゃない、あ、弾が増えてるな、3つある。センター真ん中っすよね、バスさん。はい、真ん中です。奥の方かな、あれかな。お願いします。ああ、いい球だ。よっしゃ、朝からね。え、やっぱ主ですね。主じゃねえよ。2回目だっつって。お前、たくみくんと回って、たくみくんにちょっとね、刺激を受ける。おいくつなんですか、そのたくみさんは。22歳。21じゃん。お若いですね。21歳で、はい、プロテスト一発合格、はい、基本の目標スコアは、いつも基本の目標スコア立ててる。立ててないです。立ててないの。はい、彼は65って基本のスコア。あ、すごい。はいっすか。で、65で68だって。あ、ちょっと、いや、結構やっぱショットあんま調子良くなさそうでしたね。あ、そうそう。でもやっぱりショートゲームがうまいよね。結局4アンダーの。結局あ、安さんも回ったんですか。そうです。だから僕は2回目です。マジっすか。でも長いよ、ここ本当に。そうなんです。しかもこの間ちょっと前でしたよね。ちょっと前だったかな。今日一番後ろっぽい感じでした。今日の方が長そうな雰囲気だなって思って。450がザラにあるから。130ちょっと、はい、9番で。はい、お、お、ライン出た。うぅー、うぅー、あれ目つちしてきました。俺、それ俺でしょ。これ僕ですか。俺左行ったもん。これ一番手前だ。ほら、そうでしょ。バッサン、一個ね、この違う球があったんですけど、これだと思ったら後ろでした。はい。9番で。はい。ピン結構手前だな。すいません、8に変えます。はい。ちょっと朝寒いんで。はい。寒くねえよ、これ。おー、ナイス。あ、ちょっと左か。いや、バンカー。はい、じゃあ僕111ヤード。どんまい。111-52。はい。はい。僕これ、バーディーチャンスじゃないですか、これ。いや、朝からね、俺なんで今の。すごい珍しいっすね、あの、うん、あの距離あっちにミスるの。あのね、うん、なんかね、ゴルフを低いところでずっとやってると、はあはあ、なんか手元低くすると、はあ、やっぱフェース開きがちな、まあ、ハンドファーストがちょっと強くなってフェース開いちゃう、はあ、だから、ね、ちょっとね、今はドローの練習してるから、うん、右プが出ちゃう。そう、右プがちょっと出ちゃうんだよね。あざす、あざす。18ヤード60で、はい、あ、62。62。あ、いいですね。おー、ナイス、ナイス。おさキング、はい。おさキング状態ですか。おさキング状態です。ミス。ああ、ミスパ。ああ、す。ばあさん、これはね、バンカーからぜひパー取ってください。はい。10ヤード弱です。はい。これ柔らかいね。いいバンカーだよ。今はカット。ちょっとここ鳴らすんで。ふざけんの、ふざけんの、やれよ。ないよ、そんなの。ないですか。なんだよ、マリガンありって。アマチュアかよ。俺むずいぞ、これ。もうね、今日整ってないね、朝ね。いい。バッサーもこういうことがあるんですね。あるね。でもドア玉から、うん、やっぱね、安ゴルはアマチュアゴルファーに夢を与えるって。チャンネルとして。オッケー。きっと挽回してくれることでしょう、バッサーは。ね、
そうだよ。じゃあ僕先行きます。はい、上り 4m、 はい、バーディパット。はい、来い。あー切れなかったね。切れなかった。 OK、 フック来ると思ったんですけど、うん、若干こっち側からちょっと下りが来てるよね。そうか、左側からね。そうか。あれなんかパター変わってね。はい、ちょっとパター変えました。なんで？お客さんからいただいて。マジで？はい、 あんだけ入ってたのに、ね、パター。そうそう、ちょっと浮気か。違います。浮気か。俺やめちゃったんだ。いや、やめてないです。やめちゃったのか。はい、じゃあ1、2台番か、3、6ダメか。6ダメ。落ち着いて。7ダメ。はい。もうこれ、あ、これもう第1話サムネになっちゃうじゃん。これマジサムネになっちゃう。大荒れ。大荒れ。大荒れ。言っちゃってんね今日も。あの編集できます。編集。じゃあ、はい、編集できますとかじゃなくて、はい、これはバッサンゴルフ TV だけですよ。いやいや、してないっすよ。そういうのやるわ。してないっすよ。そうだよ。してないっすよ。ガチだから。11番パー4、443ヤードさあね、朝気持ちよくね、はい、ティーショット、セカンドショットと。なんかセカンドが良かったね。やっぱあれぐらいで抑えて、うん、打つのがね、前130ピッチングでなんかしっかり打とうとか思ってた、うん、あやっぱこう寒くなってきたらね、そうっすね、番手落として考えないと、うん、まあ、ここはそんな、うん、そんなに大したことな い、 ちょっとない翼顔が引きつってるよ。全然大丈夫です。目覚めてます。OK、 あのバンカー方向か。おおいいね。ナイスフェード。よし、さあよし、バンカー右センター。ナイス。あーちょいラフは、すげえいったな。あのせり出してる旗の横のラフ。ドライバーでいきます。はい、ナイス。落ち着いた。大丈夫。大丈夫です。ナイス。あざす。まあゴルフ切り替えのスポーツなんで。そうだね。はい、全然よくあります。もう切り替わった。はい。トリスタートなんてよくありますから。まあね。はい。ある。いやあんまないだろう。あんまない。たまにあります。あんまないよ。たまにね。まあたまに。あでももうこっから巻き返すビジョンはもうありますか。あそうですね。ねビジョンしかないっす。しかない。行き行き。やっぱちょっと声出てないっすね、今日。ちょっとごめんなさい。寝坊したから。ここからです、ここからです。寝坊してないです。寝坊したからね。携帯家に忘れちゃった。185? 何番で行く ?5 番で行きます。5。イメージはフェード？そうですね。うん、やや左狙いで。うん。行こう。はい、うん、バンカー方向まっすぐ。ちょっとこぼれたか。うん、まあまあ、オッケーオッケー。ヤス君一番飛んでるから。いや飛んでんすよ。マジすごいよ。じゃ僕176。176。はい。落ちて落ちて、フライヤーしてるよ。フライヤーしてるよ。完璧。完璧？ベタ。あちょっと奥行ったけど、ナイスオンス。素晴らしい。じゃあドラゴン、ドラゴンチャンプ。しかもフェアウェイ。残り174、はい、5番アイアンでいったの。はい、あもっとバンカー行っとけ。
まあ大丈夫大丈夫。あーのことのこと。オッケーオッケー。今日なんかテンションまたなんかいつもとテンションがキャラが違うね今日。そんなことない。そんなことない。抜粋七変化。もう7回目ですからねこれね。そうだ。バッサンちょっと3勝3敗だよ。3勝3敗。3連敗かの3連勝だから。そうですね。ちょっと、はい、ここで今日結構あれです、うん、重要な一戦ですよ、うん。そう。ここまでのちょっと中間どっちがこう、ね、リードするのかっていう。そうだね。37ヤード、はい、56度で、はい、37ヤード56度、さあピンがここね、ステイ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 、おい惜しい、ナイス、翼何ヤード、29ヤード、29、58度でいきます、はい、あー、これは、うん、惜しい、結構下ってんな、 2.5m 2.5m 下りすら、いやこれ 5m の上りより難しいな、あーうまい、ナイスバーディー、ナイスバーディー、ええさすが主、主じゃねえよ、ナイスじゃあ2回目だからね、翼ドヤさんの方ほどは切れてこない、そうだね、なんかまっすぐめ、うん、ちょっと右からも傾斜来てそうだね、まあもうまっすぐ、はい、2.2 メーターぐらい、 2.2 メーター、OK、まあでもほとんど触るだけでいくと思います、そうだね、パーパット、はい、来い、ああ行くな待ち、一回待ちます、はい、 2.5m、 はい、上りスライス、ナイス、ナイスパー、ナイスパー、いいね、いいパッター、いいパッターいったね、1m、はい、ボギーパット、これ決めよう、よし、ちょっと落ち着いた、翼も、いや、ナイスパーっすね、ね、拾えたね、すごい、うん、ね、明日から、明日は連覇っすね、明日連覇だね、ピーチング選手権の決勝、うん、決勝、うん、福島の矢吹、はい、頑張ろうぜ、マジで、いや、マジで優勝狙ってるんで、ねね、頑張ってください、まあ、ほんとどっちか、そう、まあ、あとケンティも出てくれるし、まあ、安も出たことある人は、まあ、3人、うん、ねえ、頑張って誰かが優勝してくればいいなと思いますけど、ね、バッサンは出ませんねえ、予選落ちしましたはい、二次予選で来年頑張ります、去年も言ってたから、去年、来年頑張ります、来年頑張る、12番パー3、159ヤードさあ、ショートホール175、イナゴ、僕じゃあ7番だよ、はい、ちょっと泥目で、おー、マンドロ、おー、結構かかった、ドローかかった、いっぱいついたな、うん、まあでもナイス、はい、ピンハイですね、ナイス、私は、5番でいきます、え5番、はい、ちょっとまだ体回ってないので、あー、なるほどね、寝坊したから、そうそう、髪の色何も言ってないカメラですか、これ、おーナイス、今日髪の色、手、髪の色、手抜いてきたね手抜いてないんですけど、ちょっと時間経っちゃった時間経っちゃった、はい、安くんは5番、5番で短く持ってしっかり打つ、あーちょっとペラったか、バンカー方向か、あ、入ったね、完全に入りました、うんあ、アップだ
言っちゃってる全然出てない声全然出てない全然出てないよ腹が腹から全然出てない言っちゃってる言っちゃってる全然出てないじゃんなんかテンポも遅いしそう言っちゃってるえ、何あの車で来るときなんか音楽とか聞いてこないいや俺無音なんですよあ、無音なんだ俺もまあ無音だけどもあ、そうっすかいやでも撮影の日はちゃんと朝から声が出るように歌を歌ってくるからあーいいですねな何えもういろいろくれないくれないくれないっす XJAPAN 出ねえよくれないはいや出るとか出ないとかじゃなくて出すか出さないかだそうそう出すか車の中の車シンギングは、はい、行っちゃってるみたいな感じで出せばいいんですよあーでも砂質は確かにいいそういいよね砂22ヤード22ヤード 56ではいピンここうまいよ完璧だあうまいうまいうまいナイスさあバッサン19ヤード上りすらかなスライスっすねちょっとここにマウンドがあって嫌な感じではある一応軽いダングリーンなのかなお結構読んだああ今打ったなと思って4メーター弱残りました僕11歩はいうまいうわおライン読めてるパーナイスパー 3m はい上りフックパーパット、はい、絶対入りますあ上りフック絶対入りますあー切れた OK 下りフック2.5はい、あーナイスあー下げっすはい、はい、では第1話終わり、はい、早いな第1話もう仕上げてきてるんで僕はいや試合だこれは期待大ですね矢吹ティーチングプロ選手権ということで、まあ、第1話は夢だここからバッサンがとんでもない追い上げを見せますから ね、はい、見ててくださいということで、はい、ぜひ行け、うん、まだ出てねえな行けくれないお願いしますはい、はい